終わったはずのこの番組、まだ1回ありました。あいつの気でどこまでも、今回おまけの1回でございます。本日11月23日勤労感謝の日に収録をさせていただいております。本日来ているホールはですね、初めて来るということで、日の丸六宝店さんでございます。千葉で日の丸さんが何店舗かオープンしまして、そのうちの1店舗ということで、いろいろ事情があったんですけども、ちょっとこっち来て収録してみようということと、あとなんかどうしてもね、出せっていううるさいやつが一人いるんで、じゃあもう収録しようってことになったんですよ。すぐそこいるんですけど、しょうがないからね、今日呼んでみました。どうぞ。そんな話した来たい来たい言うから、出たい出たい言うからさ、一言も言ってなくて。嵐さんです。あ、やった、念願から出たい出たい言ってて、ね、ようやくですよ、はい、お鉢回ってきましたね。いや、おまけの一回のようやく回ってきたお鉢が。もういいじゃないですか、そんなことは。進展ですよ、進展。グランドオープン間もない、はい、六宝店さん、この番組のルールご存知でしょうか。はい、ちゃんと予習して、はい、来ましたよ。はい、本当ですか。引きでどこまでも行くでしょ。それタイトルなぞってるだけじゃん。でも今日は思う存分出していただければ、もうブルンブルンいきますよ。じゃあもう番組はもうその最終回迎えて、はい、今回そのなんだろう、おまけって言ったら失礼ですね。そこが腑に落ちないよね。特別回しましょう。嵐というもう男を呼んでの特別回ですよ。スペシャルバージョン、スペシャルバージョンです。それにふさわしい回にしましょう。わかりました、はいはい、さあということで、今回私どうなるでしょうか。実践スタートです。ここらしてすでにここら辺なんじゃないの、萌えバラエティって。ああ、こっちか、こっちだ、こっちだ。あ、こっちだよ、萌えスロ。結構いろいろあるじゃん。開いてますよ。開いてますな。あ、でも結構埋まり始めた。開いてないじゃん、カバン置いてある。開いてない。ここら辺にする、ここら辺にする。でも初日は結構会場ついてるね。この辺りにする。では準備もできましたんで、はい、スタートなんですけども、はいはい、最初にお互い今台を交換している状態じゃないですか。はい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 。これだけあれば相手がやれるだろうって金額をまず渡してください。相手に1枚。いや大丈夫でしょ。本当？俺ちょっとんちょっとアラさんのことを見くびってるから。何それ、いくら？2枚。返さないけどいいの？違うよ。頼ますよ。いらないいらない。じゃあこれちょっと入れとくわ。そのまま持って帰りそうだな。さあ行きましょう。はい。まずゲーム性というか、うん、通常時の進行を思い出すところから始めないと。そんなに？中押しの方が面白いの。これはね、見抜きやすいとか。中押しすると、うん、ハズレが見抜けるの。で、ハズレの時にあの直撃の抽選するから、ハズレの出目で強い演出が出ると広角か前兆か直撃の どれかになる。そう。いや、これね、覚えるとこれがハズレの出目なんだけど。あー、ベルベル。そう、この時にちょっと強めの演出が出るとちょっと熱い。あー、なるほど。いや、ちょっと真似しよう、うん、で、チェリーの種類が分かりづらくなるから、中左右の順で打つのがベストかな。中左右、ね、中左右。いや、すごいクロートの打ち方じゃん。だってクロート。全然そんな印象ないんだけど。こういう機種からかなり遠い位置にいる印象ですよ。まあそうなんですよ。一応中押しで、うん、まあ7付近とか白バーとか狙っとくと、追加の目押しがいらなくなるっていうのが楽だね。あ、左右は適当で取り越さないんだ。そう。原作も興味ある？いや、劇場版だけ見てない。チャンス目、これがチャンス目。劇場版以外は見たの？あの普通のアニメのやつは見たよ。
いやダメか、かなり弱い。あ、でも一応最終権かかってる。頼みます。イエーイ。なんか真面目にやってる？やってるよ。真面目にやったらこうなるんですよ。いやだから監督としてはどうかなと思うけど、選手としては有能だよ。 OK。 あ、あーほら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 、あーいいよ、強中強中強中強子まで行った、強子まで。あーあ、そうだそうだ、3つつくんだ。そうで、アワーだから通常 A だね。お、マオさん行った？わー、ありがとう。しょうがねえな、これは 俺からの出産祝いありがとう、朝ももらった気がしたけどさらにいいよ、そっくり言わなくて何照れてんだよ。やめてよ、照れてんだよいい選手だね。ちなみに、はい、赤、いわゆる強行の時だけアラシステムあんだけど使った方がいい。ここだけちょっと聞いとく。じゃあそうね、いきなりちょっと入れてほしいんで、強子を元気にする魔法っていうアラシステムあるんだけど、うん、使った方が良ければ使うし、使わない方が良ければ使う。それなんで使わない選択肢がある理由がよく分かんない。いやまあほら、うん、アラシステムあんまりなんか余計なことすんなって人もいるじゃん。いやそんなことないよ、大丈夫、入れてくれるんだったらもう全部使ってほしい。分かった、じゃあとりあえずまず青って一回クリア目指すわ、うん、はい。全力出してねえじゃん、正しだからって。いやいや全力だ。まあ見とけね。まあさやかはね、相当難しいから。ああ赤いか、マジ？おお！ありがとうありがとう。これであのホムラ VS マミくっついていくかどうか決まるから。頼むね。じゃあ分かった。これあんまりちょっと周りの人にちょっと迷惑かけるかもしれないからやりたくないシステムなんだけど、強子を元気にする魔法やるから。一応教えとくやり方。じゃあ見とく。まず構えがあって、うん、こう。こっちは開くんだ。そうそうそう。でこっから10回呪文を唱えなきゃいけないから。口に出すんですか。もちろん。じゃあ行くよ。キャラ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 。そういうパターンか。そうそうそう。こういうじゃないんだね。ないないない。魔法だ、だいぶ変わったね。全然いろいろあるから。全然違うじゃん。いや、やっぱ強行、ほら強行パターン、ね、そうそうそう。あ、青だけど大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。で、ボタン押すときはワーハハ、ワーハハって押さなきゃいけない。あれ、もうやんなくてもいいですよ。やるよ、やんないと、やんないとつかないよ。あ、じゃあお願いします。じゃあ行こう、うん、ワーハハ、ワーハハ、ワーハハ。ほら、すごい見られたでしょ、後ろの人たちから。大事だからここは。ただ強子を元気にする魔法が効いてれば、うん、ここでも強子多分出てくるはずだから大事。なるほどね。でもこの魔法を間違えるとさやかが元気になって100になっちゃう可能性もあるからそこだけ気をつけた方がいい。まあさやかが元気になって、さやかがちょっと勘違いしてるね。レアイク、レアイク。お、あ、違う、マミさんか。お、でも引いてるじゃん。まあまあまあ、まあまあ、これ出たのって去年だっけ、今年だっけ。いや、去年の9月とかじゃない、そんな前だっけ多分。じゃ長生きしてる方なんだ。いや、してるね、そう考えると ね設定とか使われるようになったらまたね、人気ももっと再燃するかもしれないし。終わってんじゃん。ん？終わってんじゃん。見てよ。終わってないよ。くるみ割りのまた出すから。あったな。くるみ割りの魔女。はあ。やっぱね、あなたはね、うん、思うに。うん、心が広いよ。そう。あの情にほだされて
いろんな女性と一夜を共にしてきたでしょ。してないよ全然。いやいやいや本当にないこれ。いや全然好みじゃねえんだけど言い寄られちゃったからなっつって。君なんてこと言い出すの急に。でも情にほだされて、うん、確かに女性絡みで言うと、うん、当時、うん、手取りの月給制だったんですよ私。はい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 。でまあ久々に、うん、給料日だし、うん、ちょっと女性のぬくもりに甘えたいなっていう月があってさ、で行ったら、うん、なんかちょっと俺いきなりそういうことできない人なんですよ。ああなるほど、段階を踏まないとね、はい、そうなんです。ちょっとトークをして、うん、その人柄を知らないとなかなかそういう気が起きなくて、でまあいつも通り話をしてたわけです、うん、そうしましたらですね、はい、その子の身の上話がとんでもなく悲しくて、うん、給料の半分くらい延長しちゃってた。いやだからそういうとこだよ。手取り18万だったの当時、うん、会計11万納得してもらったみたいな。泣いたもん話聞いて。遅れてしまって集団止まりましたよ。これは集団何ですかこれ。これ9万円10万円の価値ありますかこれ。ちょっと一回左押してチェリー狙ってみますか。うん、揃うんですよ。チャンス目じゃない。チャンス目か。でも躊躇もあったと思うんだよ。なるほど。じゃあすごい熱い場面だったんだね。なかったかな。でもまあまあいい。しかも高額だぞ。そうだね。だからほらあなたはやっぱね懐が深い。いやいや、とりあえずそこはね見習わなきゃいけないね。同い年として。とりあえず中だけして帰ってきます。中高っ高いよ中。めっちゃいい客だな。これカットできないじゃん今の話。知らんよ。しょうがないよもう。ちょっとカットするのだよ本当。ダメだよもうそんなの。もうチャンスパターンが出て当たるんだろうどうせ。俺は信じてる。いや赤は強いよ。ねえ。オッケー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 。もう大丈夫だ。もう大丈夫だ。もう大丈夫。次も出るから。チャンス。あ本当だ。292ゲームでございます。サブ液晶上だと291ゲーム8000円。ちょっと危なかったね。いや期待通りの働きだよ。青か。最初からそっか色変わってることあるもん。そうで赤があると通常 B かチャンスかそういうなんか一個上のモードに色、はいはい、怖えな。もうちょっとどうにかなってくれないと。そうだね。やっぱ赤一個ないときついからね実際は。あったらやんなきゃいけないからな。赤があったらあったで。いやそういう気持ちはダメだよ。よくないそういう気持ちは。よし、じゃ入れます。隣のも通常番号引いてるの。俺の左左。じゃあやっぱ前代系なんじゃないですか。いや俺らだけ狭間、ま、日本海溝みたいなもんか。そうそうそう、日本海溝の可能性あるよ。めちゃくちゃ不景だこの台だけ。さあさあさあ頼むぜ。オッケー。あーダメか。頑張って。ラスト、じゃあアラシステムやさせてもらいますよ。よくなってきてる。プルプルしちゃうんだけど。まあそれ慣れだから。今までよりはなんか感触あった気がするよ。ああいや今良かったよ。ほらベルは引いた。今良かったよって何を思って良かったよって。いやなんかねちょっといいかかりが良かった。かかりが良かった。ああなるほど、関節のかかりが良かった。あとねやっぱ優しかった。ああなるほどね。あタッチ、俺タッチ乗らせた。お偶数偶数偶数した。お互いの隣の台が通常なんか引いてるっていうのはね現代系の。ほんと1個ずつでも隣にずれてればね。いやまあ確かにそうなんだけど。
でもまず前代系とか並びで入ってる可能性全然あるね。あるね、うん、前代4以上と俺は推測する。本当？いやだから周りの挙動も合わせて早いんだよな。でも判断が知らないくせに役年っていつなの？俺もよく分かってないんだけど、うん、俺ら多分役年だよ。41が翻訳っていう説と、もう説その時点でいいんじゃねえかと思うよね。そう説で言ってんだったらさ、いや俺あんまり気にしないかな役年は、うん、結構信心深いんだけど役年だけはあんま気にしない。神社とかよく行くから別に普段からお参りしてるしなって思っちゃう。ある特定の時にしっかりやるんじゃなくて、そうだよね、うん、例えばストレッチとかだってさ、ある日1日1時間やってもさしょうがねえじゃん。そういうことよ。毎日15分やんなきゃダメだよね。ダメで俺自粛期間中毎日ストレッチやってたのよ、うん、あ、感傷性大ヒントがいった。よくある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 、こうせってこうせってマジ、うん、だって俺一発目の追加で入ったの。あんまり当たんなかった記憶あるな、そのチャンスゾーン。そうだね、だとりあえずレバー音で起きろって。なるほどね。そう朝だよ。そう Good morning Good morning そうそうホムラホムラ Hey Good morning Good morning OK OK Good morning おースリーピースリーピースリーピーで、プッシュボタン出れば相当熱いからもう、まあ、あれだ、揺さぶってる感じだ。揺さぶってる。ホムラホムラ、ホムラキャモンホムラノーオーマイガッモーニングソーリー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 俺に対しても別にソーリーじゃなくていいと思う。ああやっぱ行くね。あすごい素晴らしい。セリッチの演出がなんか強かったから決めに行くぜ。わかった。干渉遮断フィールドに関しては今日左手の日じゃねえ。ほらほらほら。本当だ。あ、チャンスだ、チャンスだ、チャンスだ。ね。右手の日です。素晴らしいね。臨機応変。やっぱ名称たるもの臨機応変に行かないとね。本当に。いや素晴らしい。3点しか使ってないでしょ。3点しか使ってない。1万あれば十分だよって言ったんだよ。言ってて言ってた。本当にそのまま持って帰られそうで怖えよ。ポケットに入れたやつ。1万しかもらってないの？だって俺も1万しか渡してないし。ちょっといいですか？おお、あホームランいるじゃん。やばい、ありがとうありがとう。やばいね。これ一番上のモードみたいな感じ？いや、それはない。一番上のモードだと全部窓かだから。あ、そういうことか、うん、もうチャンスで振り分けで紫になったって考えていいのかな。俺もちょ細かいとこ覚えてないんだよ。アルティメット的なやつか。一番その全部ホムラっていうのが、そう、あの一番上の悪魔ホムラに必ず行くから。はいはいはい。でもこれで例えば赤にして赤にしてクリクリクリになったら悪魔ホムラだから。クリ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 アクリアクリア。あ、なんだ、びっくりした。突然下ネタ言い出したから何言ってんだこいつ。バカ野郎、行かれてんじゃねえか。あんたの頭の中、俺なんてクリって言ったら普通クリさんだよ。まあそうなんだけど、でもクリさんイメージな。局部のこと言ってた。あ、強い強い強い。あ、いたいたいた。何で行った？あれ、スイカで行ったっけ？スイカ引いてたんだよ、多分。余計なこと言ってるからでしょうが。いやいやいや。つうか、これマジで悪くなさそうじゃん、ね、うん、周りの状況も踏まえて。スイカ、ゴデパ、ドン、何やって、ちょっと今ね、あなたは見習って右で叩いたんですよ。なるほど。いやでもレア君いけてるからやれてる。起きろ。いやいいよ、今のいいイメージだった。それ来てるの、これ来てる、寄ってきてるよ。朝だよ。おお、いいよいいよ、いいねいいねいいね。今のささやき悪くない。あ、そうですね。
朝だよほら朝来たよグッドモーニング グッドモーニング グッドモーニングホームラングッドモーニングホームランオッケーすげえ畜生なこの番組なんだ今の大丈夫おまけの回でして随分オカルトに寄っちゃったけどそうだねあれどんな叩き方したって確率は一定なんだからこれ楽しまないと勝ちだねもったいないもったいないわかるあれ1000円追加投資かああ多いオールブルーオールブルーかっこいいいや残念ながら青紫よ紫は確定 80% かいけるだろう俺ね 80% とか苦手だよ青のここでクリアできるとめちゃくちゃでかいまあフォーガーションでもう 80% なんて余計な力いらないなるほどね、普通に空気を吸うようにレバー取られてクリアできるのは80%自分の力はいらないそう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 もう大任せ大の力だけでいけると大任せの I want you、okay. ありがとう任せといて俺もいつの間にか全部黄色になってオールイエローオールイエローあっ1個赤つけろ1個 OK あ引いたおぉさすがねあー赤になっちゃったいや、なんだよ頼むよこれそうそうそう一回やってみなってアニマルさんを体に宿してこの身にアニマル勝美さん勝美さんじゃない勝美さん勝美さんじゃない浜口さんの方浜口さん、うん、もうこのレバーだからね、うん、えこれそうそうそう10回10回分かりましたギャラギャラギャラこっちこっちだけこっちだけそう気合いだ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 ああちょっとワンテンポ遅かった気合いだーだからでまあまあいいい いけると思うあとねちょっと声がちっちゃかったのが気になるな照れちゃった照れちゃったあオッケー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 グータッチわあわあちょっと今大丈夫もう大丈夫あじゃああのね3回に短くしてるバージョンもある。あ、もう一回いいですか。うん。ギアだギアだギアだって。あの、うん、あまりに人に迷惑かけるんで。うん、で、わははわはは。わははは。じゃあ次からその点。そうそう。あの心が耐えられなかった。当たったのに。なんで？いやこれ大チャンスだからね。頼むよマーさん。これどうなるんだっけこの後成功したら。成功したら1個成功するとホムラ V.S. マミノワのストッカゾーン。で全部成功したら悪魔ホムラスタート。出そうか。そう。あれラストユースさんあまあ 10% ぐらいしかなかったはずあそんなもんなの、うん、マーミさんの黄色だとでここでセリフだねヒスーさんこれヒスーさんいきましょう。頑張れ。おーっす。おお。あ。え？ワンリールダメ？ダメ。ダメ角？ダメ角。さやかさんしか出ないな。おお上手。強い方。60、100乗る。うわ。あ俺もなんか引いた？あ、スーカーいた、スーカーいたどうしたオッケー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 まだまだういワンリールでかわされるの嫌だから右から押し始めた押し始めたもう一発行きたいねあかっこいい見たいね単純に見たい揃う球が見たいマミさん、今日マミさん絶好調よスイカ？ナイスイカだ。ナイスイカ。ナイスイカで210枚ですか。わわわわ、ありがとう。僕も130なんです。お返しよ。確かに。
確かにこれビッグぐらいだね。そうなのよ、駆け抜けるとちょうどいいぐらい。お、行かないか、残念。でもなんか思い出してきた、思い出してきた、うん、でもね、なんかいろいろ引いてなお、うん、戦えなかった記憶も蘇ってきたね。そう、やっぱね、伸ばすのは難しいよね。その分当たりが軽いっていう。そうだね、これ終了画面とか出るかもしれないけど、六角出ちゃう、四五六角出ちゃう、四五六角出ちゃってもおかしくないぐらいめっちゃいいよ。そんなに今まで今んとこいい、今んとこいい、うん、一回はそぼそぼくとも、なんだよ。うるせえな。当たって当然ぐらい、それはいきますよ。255枚まさにビッグボーナス感じだな。イタリアみたいな感じだ、守って守って。ダメか、今回は残念。ゲームの後半で順調出てるんで、前半で出てるとチャンス以上確定。ちょっとまずいですよ、アラさん監督。まあちょっと飲まれかけてますね、私は。ただまだ3000ですから、投資がドラクション150枚も入れてないんですよ、この台。そうだ、46枚貸しだから、そうそうそう、ドラクション、ドラクションはちょっと言い過ぎじゃないですか。いやもうドラクション、ドラクション、どうすか。おちゃ、熱いよ、赤ちゃん。また同じ演出だ。いやこれ、この演出自体が結構強いから、なんかね、見た、今日初めて、めちゃめちゃ強いじゃん、連続で出る、 3連続。もう一回出たら、あ、ダメだ。4連したら当たりっていうのはもうゴッド脳なのかな。ゴッド脳だね。そんな法則他の台にはないと思うけど。もう全部ね、そう思っちゃうんです。今のところ俺の台、モード以降はそんな良くないけど、チャンスボンはいいね。押させろ。あー、なんか渚チャンスだったよ。花火柄チャンス目でいただきました。なのもあるんだね。でラストにチャンスパターンが出て決まりと、259、右手だった、次か、これ忘れてました。はい、260で確定でございますよ。いやいや、まだまだ、こっちはあんたのために骨身削って削ってるってのにさ。いや俺はあの一撃必殺技なんで、この後伸びるって、この後伸びる、まあ、さっきのその1100乗せたとかいうの聞いたらちょっとね、そうかなと思っちゃうよ。乾燥したこともありますね。そうっすね、はい、そうっすね。あらららら、オールイエローでございました。気を抜かずに、気を抜かずに行きましょう。あ、赤い、赤い、赤い、行きましたよ、それナイスー、オーケー。いや、うまいっすわ先輩、いいとこで引きますな。いや、ほんと恋愛君引きたいの抜群っすよ。もう一丁、もう一丁。あー、ダメか、あー、残念。まあでもとりあえずサクセス、ナイスサクセス、ナイスサクセス。未来には希望が溢れているのです。お、またですね。あ、未来には希望が溢れてます。4以上です、確定、確か。え、未来にはですよね、未来は4以上だったはずですよ。4以上濃厚だ、やはり。あ、これあれじゃん、俺の代じゃねえよ。先生、ありがとうございます。先生、40かな、50か、あ、50。
さやかちゃん。あー、さやかちゃんばっかり。たまに100乗るんだけどね、たまに。実質オールさやか。いつもと変わらない日常、それも大事。でも、何枚でしたっけ AT が。130かな。130だと、あの一応くるみ割りの魔女が9ポイント以下で 9% みたいな感じなんで入る可能性はありますよ。ダメ。あ、なるほど。ちょっと2人とも失速してきたんじゃないですか。違う違う違う、力を貯めている状況です。助走段階で今助走してます。まあ、言うてもまだ3000円だもん。そうだね。じゃあ行きます。追加投資。わ、ついに。お、いますね兄貴。います。あ、本当だ、青セリフ。ああ、ああ、ああ、そうです。大丈夫ですか。やはり監督安心してください。はい、そうです、頼みますよ。もう500近く行ってるから、ね、400超えてるから。でも僕の中では400余りとか普通の人の100ゲーム以内ぐらいのもんだと。とんでもねえ人間と一緒に始めちゃいましたよ。大丈夫です、だいぶ早いんで。あ、なるほどね。あれ、ダメかもしれません。いやいやいや、大丈夫です。大丈夫ね、大丈夫。もう一回、もう一回、もう一回。やったー、チャンス目解除ですね。さあ、439ゲーム。でもし汚れがマックスまで溜まってた場合には、あのここで ART、AT 当てられなくてもあのクリミ割り行くんで。オールブルーかな、やっぱり。ちょうどこんなにたまるもんか、汚れって。もうちょっと欲しかったですね、もうちょっとハマりたかった。さあ、紫、黄色、黄色、引き次第ではホムラ VS マミもある。でも痛いな。ここはあんま力入れちゃうんです。 80% ですから、もう空気を吸うように当てる。はい、どうも。OK、 おめでとう、ありがとう。ちょっと緊張しました。ちょっと緊張した。ここ外すとね、うん、プレッシャーがね、プレッシャーがえぐいことになるんです。あー、残念。まあまあ、まあ、入っただけ、入っただけ OK ですね。儲け物。なんと、130だとギリ大丈夫かな。140枚以下だったらくるみ割りの松中選手に上がるんで、はいはい、ここは上乗せしないんだったらしなくてもいいかなみたいな。そして私もなんか赤セリフ出てましたけど、チャンス目確かに引いたような気がするな。やっぱ高設定はなんだかんだ300までに当たりますから。あ、また出た、はい。まあ、入っただけ、入っただけ OK ですね。儲け物。監督、はい、監督の台あんまりいいとこないですけど、今のとこチャンスの当たるぐらいしかいいとこないです。設定なんかね、そういうこと、目玉の前にはまっすぐで、今結構ハマってチャンスのとかでポイント貯めてるんで、これ少なかったら少ないでくるみ割りの魔女とするのチャンスもあります。はい、ありがとう。お、
赤いった。おいいっすね。おいおおお、しかも赤がある。あーいける、あーいけるかも、いけるいける、むしろここで決めちゃおう。惜しい、行くぞ。あとホームランあったぞこれ。魔法使わなくてよかったんだ。言われるかなと思いました。さっきそれ失敗したんで。なるほど、 OK。 おうまい、もう言葉はいらない、言葉はいらな い, らない、気持ちでいく。やりますね監督、やりましたね。わっしゃい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 。そっか、嵐監督の代だこれ。そうですよ。でももしかしたら僕の出玉になるかもしれないけど、それだけは避けましょう。ちょっと待ってよ。即答だったな。さあホーリークインテッド、まずホーリークインテッドやってから1ゲーム連続でホームラン VS マニアです。はい、しまって、これはどれぐらい乗るもんですか。まあ正直なところ時間速攻っていうか止めないと時間を、そんな乗んないです。でカットインをいかに引けるか、カットインはゲーム数が減らないんで。なるほどね。でもちろん揃えば乗るし、その時間速攻というか、なんていうんだか時間停止でいいのかながしやすい。だレアヤツとか引けると枚数も乗るし時間停止。おお熱い。これは結構悔しい。悔しいと思います。これは悔しい。悔しいと思います。本日3回目、さすがに揃えたい。 OK、 これで止まればヒールがクリーンすれば熱い。来た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 、いけ。ああ、ダメなの。イカジですイカジ。あ、今のは止まったわけじゃないんです。止まって、こっから行くかどうか。ああ、そういうことか。あれが別に出ないこともあるんで、あの煽りが出た時点でそれなりに熱い。まあ期待していいのかな。弱いな。あー、20枚終了プラス30枚か。まあまあでもこんなもんですよ。厳しい台だな。厳しか台です。いけいけいけ、もうダメもうダメ。急に弱性出まくるよな。えい、決まってんですか。なかなか難しい。これは多分セット数あり、いやこれ2以上か、これ2以上ですよね。セット数あるときの終了画面の振り分けは有効だったと思うんです。確かに以上じゃなかったかな。手を取り合う魔法少女だ。まあ言ってもやっぱ僕の台も悪くはないですね。でセット数がこれで2セット目ですけど、4セット目まで出てくると設定4以上。あれ、また豚流れてる。3セット目いくじゃん。マジか。監督、はい、もう一個セット数ありました。え、でもう一個セット数あったら4以上です。あら、4セットっていう振り分けは4以上しかないんで。でさっき設定2以上の下出ました。あ、じゃあ1はない。1
1はないとなるとあるかもしれないです。奇数、あ、そっか、奇数予告、予告じゃない、示唆、示唆の方が一応今のところ多いんで、一応1回円環出てるけど、まあまあ強チェリーでなんか結構偉そうだ。あ、このやつ強いです。そうだよね、4以上4セットあったらそれなりに続くもん。続きます。これがでも同じ画面しか出ないのかな、2以上しかもう出ないのかもしれない。激アツね。おお、さらにチャンス目で激アツ。あらららら、かわええの、かわええの。あ、スタはもう出てないんで、もう1個は出てこないかもしれないです。監督、そしたら3以上。いや、そんな簡単なんじゃないですけど逃げる連続チャンス目引いたんですけど、天才ですこれ無駄引きなんですか。いや、無駄ってことは なんか昇格的なものがあるんですか。まあ、知ってる、あのソウルジェムの昇格修正してます。ああ、そういうことですか、はい、思い出した。だからまどかに昇格する可能性があるんで。おお、もう当たった。いきなりレインボーだ。珍しい、早っ。強チェリー引いてチャンス目、チャンス目。ああ、エピソード珍しいなと思ったらそっち行ったか。あれ、エピソードへの昇格じゃなかったよな。中段チェリー当選って書いてある。中段チェリー当選って書いてある。中段チェリー引いてました、あんた。俺、あ、そっか、 こうなってた。あ、それスイカだ。中止です、中止。こっちはあのスイカだと思ってこっち適当に押して、はい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 、こっち止めたらこうなってた、スイカが。あの中継だとエピソード行くんで。あ、じゃあさっきの激アツっていうのがそうなったんだ。あ、多分そうだ。中段チェリー、あ、違う、強チェリー、中段チェリー、チャンス目って言ったの。なるほど。ただあのエピソードは弱いやつです。一番嬉しくない。なんでそんなこと言うの。いや、だって事実を教えないと。ああ、もうやる気なくなった。もうやらない、やらない、こんな。あ、じゃあいいぞ、俺こうやって2台でいや、でもエピソードすごい。ありがとう、ありがとうございます。さすが。俺前回ね、窓マギ2打った時もあのフェアリンとね、あの中段チェリー引いて取りこぼしたんですよ監督、はい、余裕でプラスになりました。ありがとう。今日はだからやっぱ特別会として、まあ2人で勝って帰りましょう。さあ、ちょっと店内の状況を最後にぐるっと見て回りたいと思うんですけれども、まあ、朝からお客さんが、まあ、真っ先に走っていたと言ってもいいでしょう、バジリスクキズナ2が、手前側ですかね、並びで入ってるんじゃないかなというような感じの出玉状況でございます。朝からお客さん粘ってる感じなんで、まあ、内容良かったのかなと思います。あとはやっぱり我々が打っていたマドカ新編、そして、後ろのマドカ2、まあ、これらのコーナーも結構塊で入ってそうな雰囲気かなというような状況は見て取れますね。かなり盛り上がってるんじゃないかなと思います。まあ、あとはですね、他の島もホール全体ぐるっと見て回ると結構塊で入ってそうなところと、あとは散らばって入ってそうなところが結構見て取れたんで、まあ、やっぱさすがグランドオープンしたての状況かなというような印象でございました。まあ、あとはですね、僕も喫煙者なんですけれども、こちらのフロアは、加熱したばこが吸えるという形になっているので、まあ、喫煙ルームもあってそっちで紙巻きタバコも吸えるんですけど、まあ、我々あの電子タバコユーザーにとってはすごく遊戯しやすい環境だったんでありがたかったです。スペシャル回が終わりました。終わりました、ね、いやさすがスペシャル回ならではの、てかまあ前代良かったよね、きっとね。多分窓が新兵の前代、ね、とにかく目に見える範囲は、直撃引いてたりしてたんで、まああったんじゃないかなと。でそういうの見えないとこも箱使ってたから、あの台で箱使えるって、まあ、やっぱ全部下だったら無理だと思って、まあ厳しいでしょう ね、はい、さあということでいいところで戦ったんですけど、果たして結果はどうなのかと言いますと、はい、私から行かせていただきます。201枚のマイナス、マイナス、マイナス、最後のあの700余りがえ、天井、天井行って、はい、何もなしでした。50枚くらいで終わっちゃいました。あれ、マイカラシ50枚、マギカラッシュには入んなかったですね。じゃあ対して、はい、マーさんの台打ちまして、はい、500、
87枚のプラス。おありがとう。で収支ですけど、はい、こっちが200枚のマイナス で、はい、でこっちが朝が600枚ぐらいのプラスだと、はい、800枚ぐらい差があります、うん、だからこのままいくとまあちょっとね悔しいでしょう。いや悔しいってか別にいいんじゃないノリで。いや違うノリでじゃないよ。お前とのお前とノリでどこまでもっていう。違う新しい番組作んないでください。じゃあゲーム したいっすか。いや当たり前でしょ。何言ってんだあんた。いや特別会だから別にそういうのもなんかふわって終わっていいかな。ダメだねそれは。ダメ、はい、じゃあやりますか。さあ仕方ないんで。仕方ないって止めるしかいない。今日のゲームは何ですか。今日のゲームは三半規管勝負です。いわゆるぐるぐるバットです。ぐるぐるバットからのダッシュです。いやー40させます。じゃあ先攻後攻決めるじゃんけんから、はい、最初はグーじゃんけんぽいあいこでしょ。後攻これは10回回って向こう行くんだね。10回回って向こう行って速さを競う。軽量化した。軽量化するね。ずいぶん今日のために反り上げてきた。ピッコロさんと同じだから。あなるほどね。すごい重いから。なるほど。全然重くねえじゃねえか。パサーっていったよ。いやこれは負けられねえよ。いやこれ期待収支で言ったら800万でしょ。そう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 。どんな騎士のビタ押し外しより期待値高いから。いや苦手なんだよね。いや俺もだよ。よーいスタート。ギアロッ1ギアロッ2ギアロッ3ギアロッ。世界が回ってるぞ。9 10いけいやこれ絶対きついって。絶対きついってマジか。あらきついって。え、すごいな。よく走れるな。9秒53。え、走り出してからですかそれは。あなるほど。10終わってから。マーさん。はい。普通にきついから。心の準備はよろしいですか。はい。それでは行きます。位置について。用意。って言ったら始めるんだ。ベタ。ちょっと来るかなと思ったけど。じゃあいくよ。はい。位置についてよーいベッ。あ気持ち悪い。ちょっと二。うー気持ち悪い。はいはい。八。早くなったじゃん。キュー。ああ気持ち悪い。十。ああ。ああ。危ない危ない。いい勝負じゃないこれ。いい勝負だ。いた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 。痛い。膝が痛い。ただいまの記録は。あ、負けてる。やったやった。やった痛い思いしたから。やった。いやこやばいねこれ。やばい。死じるぞ。もっと攻めりゃよかったな。ちょっと味に行ったからな。いやいやいやマジで、あのこれ冗談と思ってる方やった方がいい。マジでわけわかんないね、あれどっちが前か。さあ最後特別回、私の勝利で終わりましたんで、今回はピンでございます。残念嵐さん。いやでもね、やっぱ攻めの姿勢が最後良かった。俺やっぱちょっと安心安定してから走ったね。あそうだね。だいきなり行って、あの膝を壊すのもいとわないレベルでダッシュされたな。ちょっと小錦の気分分かったもん俺。いやもうだってやばかったもん動きがガタンだったから。いやまあそういう意味ではまあ納得ですわ。じゃあ、はい、いやまたあるかもしれませんので、うん
違う番組かもしれないけど、まあ、ね、一つだけ言っといて、本編に読んでお化けとか言われてた、お化けとか言って負けて帰る、お化けですかってなったから、リベンジする機会もないっていうねまあまあ、なんで次は別の機会 で、ね、はい、ありがとうございました、はい、それでは皆さんまたどこかで、さようなら、どうもありがとうございました、気持ち悪い